久保さん今回洗脳の洗うにしましょうか、まあ、確かにね、えー、会社に洗脳されてたかもしれないですねそう今思うとそう思えますけど当時はそう思えなかったですねうんまあ会社に洗脳されてたんでしょうねでもその洗脳のおかげで今があるって言っちゃ今があるので仕事を人よりやったからこそ今のスキルあの精神力マインド それを得ることができました。逆に言うと、もしその従業員の考え方であるならば、今僕は飯食えてないですね。借金も返せてないですね、多分ね。自己破産してるでしょうね。うん。だから結局その何に洗脳されるのかって結構人生に、あの、大きな分岐点じゃないかなと。 その仕事に関しても僕はネットビジネスっていう仕事に洗脳されたんでよかったですけど他の例えば工場勤務に洗脳されてたら多分今の自由な生活は絶対ないのでだからその何に洗脳されるかって結構大事ですねうんだからねあの安倍総理のあの件もうーんねあのお母様がなんかねあの自己破産というかもう破産したみたいな 何に洗脳されるかって本当人生の分岐点かなと思いますね。社会に洗脳されてる。社会のメディアに洗脳されている。社会に流される。うん。あのやっぱ何に洗脳されるのかすげえ大事ですね。<laughs> でも洗う脳ですからね。洗っていくっていう。ま、選択していく。ま、選択ものもね、あの、しないといけないと思うんですけど、脳もね、選択していく。うん。 なんか坂本龍馬が昔その選択っていうその洗うなんちゃらみたいななんかあったんですけどね。うーん。選、ま、択、あ、っていうのはいろんなものを洗って洗濯するんじゃないかなと思いますね。うん。まあそうブラッシュアップしていくっていう。うん。まあいろいろ考えて、まあ何が正しいのか何が間違ってるのかわかんないけども、まあ過去を振り返ってみると、まあ僕は良かったなと思いますね。うん。ただまあ、 うん。人それぞれですからね、うん。僕はこの自由なライフスタイルを憧れてネットビジネスを始めたんで、僕の人生の中では良かったなと思いますけども、全員がね、僕みたいな人生を送りたいとは限らないですから、なんとも言えないですけど、洗脳。何に洗脳されるのか、言ってらっしゃい。